死刑囚の最後の言葉、大阪姉妹殺害事件、山路幸男、死刑確定。2007年5月31日、執行。2009年7月28日、享年25、処刑地。大阪拘置所。2005年11月17日、大阪市浪速区のマンションで火災が発生した。部屋に突入した消防隊員は、住人である姉妹の刺殺体を発見。この火災が殺人の証拠隠滅のための放火であることが判明する。犯人は数日前までこのマンションに住んでいた山路幸男、当時22歳だった。山路は16歳の時に実母を撲殺していたが、その際に性的に興奮したことを思い出し、再度の殺人に手を染めた。事件の経緯。16歳で母親殺害の過去を持つ山路幸男、当時22歳は、2005年2月頃から福岡のパチスロの如し集団に所属し、男。